アスティ。どうも、アスティです。シスマッチです。センもいます。動画で紹介した猫です。今回第2回、マイクラの世界、シスマキとアスティで作った世界を紹介したいと思います。思います。では、よろしくお願いします。スタートの。スタートの。文字でかい。はい。お、今回はネザーですね。まず階段、土の階段がありますね。はい、登ってます。危なそうだけどな。ちょっと見えてます。あれなんだっけ、ピンクのゾンビピグリン。ゾンビピグマン、ピグリンになった最近。あ、そうなの。うん、ゾンビピグリンは攻撃しなければ歩いてるだけです。はい、これ本当は線路にしたいんですが、まだ普通の道です。今んとこ、こっちの道は歩いて、まあ通過してますね。どこに向かってるんでしょう。シスマキはもう分かりますかね。分かりますよ。これはていうか、線がぐる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 さっきから言ってないちょっとにゃーいって、おお。線が暴れてんな進んでるね。はい、どこ行くんでしょう。あ、この映像はもしや、わお、アカシアの家だ。海底神殿でございます。海だね。うん、ネザー終わっちゃった。あ、落ちた。ネザーもうちょっと撮った方がいい。うん、もうちょっと尺伸ばした方がいいかも。じゃあ次ネザーやろうか。ネザー特集にしよう。うん、そうだね。おっとっとっと、線が暴れております。ちょっと待って、ほら、海底神殿の話全然できてないから線どっか行っちゃった。線の話で終わっちゃった。上がってます。海が見えます。綺麗だね、海。サンゴ礁もあるね。うん、ほら、これね、砂でね、頑張ったよね。なんとか言ってますよ、これ。ん？なんとか言いましてる。言いましてる。ひどい意味。入っちゃった。言いましてる。まあいいや、はい。次はどこに行くんでしょう。あ、歩いてます。まあそこにも土の階段あんね。これ結構大変、時間かかったな。ポッキーみたいな。ポッキーどこのポッキーだ。はい、お、こんな感じです。終わりかな。はい、今日はこれで終わりです。後ろに見えます。では次回はネザーじゃ頑張って撮ります。撮ります。ではまた。バイバーイ。バイバーイ。